これは上げっぱなしでいいんだっけ、あ、下げるんだよね、はい、ちょっと CM は別だけど、はい、よろしくお願いします。はい、OK です。お願いします。もしかしたらちょっと後で PTN 番組の番宣も、うん、これ、あと時間ある時でですけど、あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、うん、ちょっと確認してからお願いします、うん、はい、了解です。はい、皆さんおはようございます、時刻は10時を回りました、ここから FM 講座のスタジオから生放送でお届けいたします。宮島真一 Let's go to the movie のお時間です。さあ、いよいよですね、あのオープンしちゃいましたね。私、宮島真一がオーナーとして、オープンさせました、することができました。本当にたくさんの皆さんのご協力でですね、この間の土曜日4月の18日、からですねオープンしまして、本当にありがとうございます。たくさんの、お祝いをいただきましてですね、あのお花かいただきまして、もうシアターはですねお花の香りが充満していてですね、とっても癒される空間となっておりますよ。とってもとってもありがとうございます。場所はですね、沖縄市五谷十字路があります。ミュージックタウンがある五谷十字路からですね、一番街、商店街側にですね歩いていくと五谷バス停がありますね。本当に五谷バス停の真ん前にあります建物の2階、そこがシアタードーナツでございます。本当にね来ていただきましたね、たくさんのお客様がですね。ドーナツがあります。ビールもございます。もちろん映画の上映もあるんですけれども、映画はですね今お届けしている映画は沖縄市でロケが行われました、ガレッジセールのゴリ監督の短編映画ろくな人生、そして豊見城でですねロケが行われました、岸本司監督の新作スイーツライフ、こちらも短編ですけれども、初日のこの間の土曜日はですねスイーツライフに出演している主演のベンビーさん、山城友次さん、そして監督の岸本司さんもですね、お祝いに駆けつけて、くださいまして、上映後のトークもですね、私と一緒にですねいろいろやっていただきまして、お客さんも喜んでくれたんじゃないでしょうか。その時はね、映画を作ってる時のその制作してた時の 裏側の話とかですね、そういうのをしながら、盛り上がったと思いますよ、ね。その間にもいろんなことがありましてですね、なかなか感無量のこのふわっとした感じがですね、抜けないまま週明け月曜日を過ごしているわけなんですけれども、お皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、シーミーシーズンでもありますしね、週末は皆さん、シーミーに行ったり、でも雨だったもんね、イベントも昨日の夜はちょっとね集中豪雨がちょっとあったから途中中止になってしまったオッドランドフェスも本当に残念でしたね。でもコザの裏側の方でもテレビの方のね取材僕行かせていただきましたけれども、雰囲気すごく良かったです。
とにかく雨さえなければっていうところだったんですけれど、また次回につなげてほしいと思います。たくさんの人たちがすごい協力してあのイベントもですね盛り上げてたと思います。主催のゆうくんお疲れ様でした。本当に取材もねすごい疲れているあのバタバタの状況でよく取材も受けていただいてですね、本当に大感謝ですけれども、本当にお疲れ様でした。今頃ねもう抜け殻になってるんだろうね。オッドランドフェス主催者関係者の皆さん、本当にお疲れ様でした。で雨の中たくさんのお客さんもねいらしたと思いますけど、そのイベントも本当にお疲れ様でした。てな具合で、いろんな週末皆さんあったかと思います。映画見に行った方もいらっしゃることでしょう。どんな週末を過ごしてたんでしょうか。どんなメッセージでも OK です。お待ちしておりますよ。 FM 講座 E メールアドレスはこちらです。761@fmkoza.jp。 皆さんが持っているスマホ、携帯電話、PC からダイレクトにメッセージを送ってくださいね。お待ちしております。E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。こちらの方までどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。さあ、一曲お届けして、ちょっとね。今日のエンジンをちょっとずつ温めていきたいなと思っておりますよ。大好きな大好きな映画の中の一本、映画月の輝く夜にという素晴らしい素敵なシェールがですね、アカデミー賞主演女優賞、そして助演女優賞はオリンピア・デュキャッキスさん、そのシェールが演じた役のお母さん役で出てましたね。そして脚本賞も取っていました。月の輝く夜に、これももう1980何年ですよね。ちょっと前の映画ですけれども、素敵な素敵なラブストーリーです。見たことない人はぜひチェックしてくださいね。ニコラス・ケイジがね恋人役で出てくるんですけれども、なかなかの、傷を負ったですね、心にもそして体にもちょっと傷を負っている。その傷を負ってしまった時の原因が、そのニコラス・ケイジ演じるやつのお兄さんのせいでどうのこうのって言って、そのお兄さんとシェールが初めは付き合っているんですけれども、ひょんなことがきっかけでですね、弟と恋に落ちてしまうという、それから家族のね問題とかもいろいろ出てくるわけですよ。その辺がすごくコメディータッチなシーンもたくさんありつつ、ロマンチックなシーンもたくさんあってですね、何度見てもいいなと思えるシーンもたくさん出てくる。セリフも素晴らしいセリフがたくさん出てくる。そんな映画の途中にですね、オペラを見に行くシーンがあるんですけれども、そのシーンもすごく良くてですね、僕ら沖縄に住んでいて、そういう本場のねオペラ座でオペラオーケストラを聴きながらミュージカルを見るっていうね、オペラかを見るっていう経験はなかなかないできないですけれども、こういう映画を通して、オペラの雰囲気を見ると本物をちょっと見に行ってみたいなと思ってしまいますよね。とってもロマンチックな映画月の輝く夜にからこの曲をお届けいたしましょうね。 That's Amore。ユーストをお楽しみの皆さん、おはようございます。宮島真一です。今流れているのは映画月の輝く夜にからザッツアモーレをお届けしております。ツイキャストをご覧の皆さんもおはようございます。 FM 講座のスタジオから生放送でお届けしています。この番組は宮島真一レッツゴートゥーザムービーでございます。ただいま流れている曲は映画月の輝く夜にからザッツアモーレでございますよ。ちょっとあれだな、ヘッドホンのスピーカーがでかいな。これぐらいでいいな。外はうるさくないんですかね。
ようございます。うん。はい、お届けしたのは映画「月の輝く夜に」から「ザ・ツ・アモーレ」をお届けいたしました。お届けしているこの番組は宮島真一「レッツ・ゴー・トゥ・ザ・ムービー」です。映画「月の輝く夜に」ぜひ、皆さん TSUTAYA とかね、その辺のレンタル屋さんに行ってですね、探してみてください。もう一度言いますよ、映画のタイトルは月の輝く夜に。これも元気がたくさんもらえるロマンチックで、コメディな作品でありながら、なんだろう、今皆さんのね、大事な人のことを考えることができるだろうし、家族ももちろん含めてね、周りも含めてね、近所の人も含めてね、そんなことを想像させてくれる映画っていいですよね。この映画はね、僕実は中学生の時にね、一人で映画館に見に行きました。まあ、僕はずっとコザ沖縄市に住んでるんですけれども、中学の時にね、あれだったんです。バスケット部に僕いたんですよね。バスケット、まあ頑張ってましたよ。まあ弱いチームでしたけれども、それでも楽しくやってたんですが、ある日ね、映画見たいなと思って、部活をサボりましてですね、一人でバスに乗って揺られて、那覇のですね、もう今ないですけれども、国営館という映画館が国際通りにありまして、そこの2階に国営アカデミーというのがあったんですね。もともと国営館、那覇の国営館は2階席の映画館で、そのうち地下にちっちゃい映画館シネマオスカーというのができて、国営館の2階席のある映画館の2階部分をもう一つ映画館を増やして、それが国営アカデミーということで、その場所には3つのスクリーンがですね、その当時あったんですよね。それで、その覚えてますよ、僕はその国営アカデミーでね、国営館の2階のスクリーンでこの映画を見た記憶がございますけれども、その映画を見てね、とっても良かったなと思って、中学確か2年生だったんですけれども、その時に、で、まあ、翌日ね、すごいこの映画良かったっていうのをでも誰かに伝えたいわけですよ。でも中学2年生でさ、こんな大人の恋の話を描いたのをさ、生意気だよね、ずっと喋ってるわけですよ、友達とかでね。このさ、女優さんがすごく良くて、このおじいちゃんとおばあちゃんがまたいろいろあってね、なんつってそんなことやってる中学生でしたね。それで、まあ普通な顔をしてですね、サボった部活の翌日、またバスケットの部活に行ってね、先生が、顧問の先生が、新一、お前昨日休んだな、部活、何やってたのお前、つってね、怒られまして、いや実はね、昨日国営館映画館行ってね、月の輝く夜にっていう映画見たんだけども、この映画がね、ああでこうですごい良かったの、先生もね、今度お休みの時見に行ったらいいよっていうことを思いっきり話をしたらですね、まあ先生も、ああ開いた口が塞がらないっていうですね僕の話を聞いてくれたのか、見に行ってくれたかまでは定かじゃないですけれども、ああじゃあそんなに楽しい時間だったら、まあしょうがないねって許されてしまって、一応でも僕レギュラーだったんですよ、バスケットの方はね、それは関係ないですけども、そんな記憶が今曲を聴きながら蘇ってきましたけれども、本当に見終わった後にこの映画とっても良かったよ、みんな見てみてって言えるような作品の一本だと思います。まだ見てない方は、人生僕は損してるぞって言いたくなるぐらいですね、出会ってほしい作品です。もう一度タイトル言いますね。映画のタイトルは月の輝く夜に。この作品がすごくいいな、いいなと思ってたらね、アカデミー賞の脚本賞まで取ってるというですね、中学2年生の僕でもですね、なんて素敵な話なんだと、これは絶対賞を取るとか勝手に思ってたんですけども、本当に取った時に、あ、見る目がある僕はとか中学生ながらにですね、そんなこと思ってましたけれども、
中学生が見てもこういう大人の話っていうのは理解できるしね、こういうのってちょっとした背伸びみたいなものかもしれないですけれども、こういうのどんどん見ていいんじゃないですかね、中学生とかでもね。まあそれなりに大人なシーンはありますけれども、まあそういうのを見てね、勉強するよねきっとね、大人の階段をね登るかと思いますけれども、そんな映画月の輝く夜に、ね、1987年の作品ですね。あー素晴らしい、見たくなっちゃったな。そうそう、僕はこの間ね、先日映画館というかカフェシアターね、オープンさせたんですけれども、別に映画館ではなくてカフェなのでね、気軽に楽しめる県産品ムービー、インディーズムービー等をですね中心にお届けする、上映するシアターなんですけれども、なかなか好評でしてね、いい雰囲気でゆっくり楽しめるな。短編なのでね、そんなにがっつり 2,3 時間1日のうちの時間を奪うこともなくですね、まあ今までにない感じのスペースだと思いますのでね、遊びに来てほしいですけども、こういう月の輝く夜にみたいなお話もね、コザバージョンで作ったらどうなるんだろうとか、いろんなことを考えて、最近は映画の見方が少しまた変わってきたような気がしますね。だからそういう、なんだろう、気づきというかですね、なんかこういうのもありだなという、そういうのにもなんか皆さん見に来てくれたらね、つながるかと思います。あとね、昔だと最近の映画館がどうのこうのって話に結果なっちゃうのかもしれないですけれども、あの映画はあの映画館で見たなっていう思い出ってやっぱりあるじゃないですか。多分今30代40代の人たちはね、若い子たちは場所的に那覇で見たとか美浜で見たとかはひょっとしたら記憶としてあるかもしれないですけれども、あの映画館で見たっていうのはちょっと若干薄れますよね。そういう今シネコンが多い中でね、桜坂さんみたいなところはまたね、それはそれで思い出になるような、昔からある一応ね映画館なのでありますけれども、そういう映画と映画館の思い出が一致するっていうような感覚っていうのは今はもうちょっと少なくなってきてるかもしれませんよね。そういった意味では僕が今やっているシアターはちょっと面白い試みなんじゃないかなと、まあ自分で言っててなんですけれども、そんな気がいたしますので、ぜひ皆さん月に一度は遊びに来てほしいと思いますよ。シアタードーナツと検索していただけると、いろいろ情報、場所の情報、時間の情報などがわかると思いますので、ぜひチェックしてくださいね。今日はですね、なんとプレゼント、リスナープレゼントがあるということで、この番組の前の番組、マイオアシスで告知をし忘れたっていうんでですね僕の番組でご紹介しますけど、番組の途中でなんとですね、ディズニー関係のイベントのといえばピンとくる方いると思いますけども、その招待券のプレゼントのご紹介が番組の途中で言いますので、番組を最後までちゃんと聞いてくださいね。その時に皆さんメールを送ってくださいということになりますので、今日は何度かメールアドレスは紹介しておきましょうね。FM コザ、 メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。もう一度言いましょう。 メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。こちらまでどしどし、メッセージを送ってください。途中ウォルトディズニー関係のイベントのチケプレのご案内をいたしますので、番組を最後までしっかり聞いてくださいね。ではここで一曲、ちょっと雰囲気がまたガラッと変わって、映画のこともガラッと忘れてですね、4月に入ってもう20日が経ちますけれども、皆さんそれぞれの新しい、ね、職場だったり学校だったりで新しい出会いがあると思います。おそらくですよ、この4月に新しい出会いがあって、その中でもですね、一目惚れ的なね、ちょっと気になるっていうような、こう恋のざわわがですね、リスナーの皆さんの中でひょっとしたら生まれているかもわからないですよね。それで、ちょっとお近づきになって、おしゃべりなんかできるようになって、それで、あ、なんだ彼氏がいるんかいなって感じで5月病になるっていうですね、そんな流れが待ち構えてるかもしれないし、うまくいくかもしれないですしね、そういうちょっとドキドキふわふわしてる人たちのための背中を押してくれるんじゃなかろうか、
チャットモンチ大好きです。女の子バンドチャットモンチの風吹けば恋というロックンロールでこの曇り空をぶっ飛ばせたらななんてお届けしましょう。チャットモンチで風吹けば恋。ユーストリーム、ツイキャストを聞いている皆さんもメッセージを送ってくださいね。今日はディズニー関係の、あ、先にここで言っちゃおうかね。優先的に言うわけでもないですけれども、多くのヒット作を生み出し続けているウォルト・ディズニー・カンパニーがこれまでに作り出した小道具や模型、セル画など約800点を一度に集めたディズニー夢と魔法の90年展が那覇市の県立博物館美術館で開催されます。招待券ペア一組にプレゼントいたします。リスナープレゼントでございます。メッセージにはお名前ご連絡先を必ず明記してください。そして番組のご意見ご感想もお待ちしております。当選者は4月27日月曜日マイオアシスもしくはアジクータラジオで発表するということです。プレゼントはですね、スタジオに取りに来られる方または着払いで郵送可能の方とさせていただきますので、お気をつけて、くださいね。よろしくお願いしますよ。いいですね。俺も行ってみたいな。この流れになるとディズニーの曲を何かかけなくてといけない流れか。今日は俺あんま持ってないな、ディズニー関係。あ、無理やりこの曲をかける。さて、沖縄は今日は曇り空。ちょっと昨日の夜、夕方からずっとお天気悪いですけれども、ツイキャスを聞いている沖縄県以外のところで聞いている、ニューストリームを見ている、聞いている人のお天気はあまり興味ないですけれども、どうでしょうか。ただいまお届けしているのは、女の子バンドチャットモンチの風吹けば恋、名曲ですね。大好きです。私の両足お届けしたのはチャットモンチで風吹けば恋でした。今日は BGM でずっとかけているのはですね、映画スターウォーズ のサントラ曲をクリコーダーカルテットなどがですねカバーしたアルバムウクレレフォーススターウォーズベストカバーズを今日はですね BGM でかけてますけれども、先週末にスターウォーズエピソード7にあたる、フォースの覚醒という新作がいよいよ今年の12月18日に公開、全世界同時公開なのかなあれってなるそうですけど、その予告編がアップされてましたね。ハリソン・フォードが出てましたね、予告編にね。ちょっとおじいちゃんになってる、もう70代でしょ。ハリソン・フォードが
何十年ぶりですか、スターウォーズシリーズに復帰してチューバッカと一緒にですね、予告編の最後にチラッと出てくるんですけれども、テンション上がったよね。見た？皆さんかっこいいね。しかもその予告編がアップされた日がちょうどあの僕の、まあ、無理やりですけれども、僕がオープンさせたシアタードーナツのオープンの日と同じ予告編が、あ、同じ日に予告編がアップされたという、このワクワク度ですね、僕の緊張感とワクワク度を高めるためにその日にアップされたんじゃないかって思うぐらいですね。あ、本当にそれまた映画が好きでよかったなっていう瞬間が、予告編だけでもここまでワクワクさせるっていうのもすごいですよね。ネットでそのスターウォーズのファンの皆さんもう見てるかと思いますけれども、そうなの知らなかったっていう方、あのすごい迫力のある予告編、あれ映画館で見てみたいよね、ああいう感じね。さて、あんまり引っ張ってもあれなんで、先ほどのプレゼントの告知を先にやっときましょうね。僕まで忘れてしまったらね、シャレにならないのでね。FM 小座の番組お聞きの皆様へリスナープレゼントのご紹介でございますよ。多くのヒット作を生み出し続けているウォルト・ディズニー・カンパニーがこれまでに作り出した小道具や模型、セルガンなど約800点を一堂に集めたディズニー夢と魔法の90年展が那覇市の県立博物館美術館で開催されます。今回はそのイベント、ディズニー夢と魔法の90年展の招待券をペア一組にプレゼントいたします。ご希望の方はメールでご応募ください。件名にリスナープレゼントと書いてくださいね。そして本文にはお名前、そしてご連絡先を必ず書いてください。そして番組へのご意見ご感想もお待ちしております。当選者は4月27日月曜日の午前中の番組マイオアシス、そして夕方の番組アジクータラジオで発表いたします。4月27日月曜日マイオアシス、もしくはアジクータラジオの番組内で発表いたします。たくさんのご応募お待ちしております。なおプレゼントはですね、スタジオに取りに来られる方、または着払いで郵送可能の方とさせていただきますので、それが可能な方が、応募してくださいね。ディズニー夢と魔法の90年展の招待券ペア一組プレゼント、 E メールアドレスはこちらです。どんどんご応募ご応募してください。お待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。もう一度言いますよ。E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。こちらまでどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。はい。ツイキャスからメッセージをいただきましたね。ありがとうございます。ラジオネーム、これは AKB ファンさんからでいいんですかね。メイジェイのレディゴー、ありのままでリクエストお願いします。かっこ笑い。笑わなくていいですよ。大丈夫ですよ。じゃあちょっと探して、あると思いますよ。どっかにね、お届けしたいと思います。その前にじゃあですね、一曲、ディズニーと非常に縁深いスタジオジブリの作品からですね、一曲お届けしたいと思います。とっても素敵な素敵な映画、手嶋葵さんのテルーの歌、これはゲド戦記という映画の挿入歌だったと思いますけれども、すごくいい歌でね、本当は夕暮れ時に聴きたいなという感じなんですけれども、今日なんとなく聴きたくなっていたので、ちょっとそれをお届けしたいと思いますよ。行きましょうか。準備が整いましたね。お届けしましょう。手嶋葵さんでテルーの歌。ただいまお届けしている曲は映画ゲド戦記の挿入歌、手嶋葵さんのテルーの歌をお届けしておりますね。そっか、レディゴーね。
ちょっと一瞬ツイキャス切れそうだから一瞬一回切ってもう一度すぐつなげますのでしばらくお待ちくださいね。大丈夫ですかね。ツイキャスすぐ再開できたと思います。大丈夫ですよといただきました。ありがとうございます。 AKB ファンさん、レリコーありのままで準備ができた模様でございますので、後ほどお届けしたいと思いますよ。いい曲だな。ゲド戦記、テルーの歌、手島葵さん。手島葵って読むよね、これね、当たってるよね。いい曲だと言いつつ、ゲド戦記実は僕まだ見ていないというですね、まずいですね、見なくちゃいけないですね。まだ見ていない映画たくさんあるな。まあ全部本当に全部は全部見れないよね、生きてるうちにね。ご縁、出会いですからね、映画もね、タイミングと。はあ、お届けしたのは映画ゲド戦記、これは宮崎吾朗監督第1回目の作品ですね。映画ゲド戦記の挿入歌で手島葵さんが歌いますテルーの歌をお届けいたしました。一旦 CM。 ただいま CM 中でございます。うわ、あ、そっか。
FM 小山スタジオから今日も生放送でお届けしています。この番組は宮島真一 Let's go to the movie のお時間でございます。メッセージをいただいております。紹介しましょうね。ラジオネームいみっちゃおじさんからメッセージをいただきました。ありがとうね。宮島さんおはようございます。はい、おはようございます。仕事に行く準備をしながら聞いています。いみっちゃおじさんです。どうもありがとう。この度はカフェシアターシアタードーナツのオープンおめでとうございます。はあ、本当にありがとうございます。映画を楽しみながらオリジナル手作りドーナツを食べるなんていいですね。今度嫁さんとデートしながら行きたいですね。ぜひお越しください。今まで小座に遊びに来るのは FM 小座を訪ねてくるぐらいでしたが、 FM 小座の帰り道、宮島さんのシアタードーナツで一息ついてから家路に着こうかと思いますよ。素晴らしい素晴らしいはしごでございますよね。宮島さん、安子さんにお願いしてウィンウィンに取材させるのもいいかもですね。あー、なるほどね。ヤッコベイビーがやってるんだよね。あ、そっか。あ、ぜひお願いしたいですね。相談しよう。シアタードーナツが末永く繁盛して新しく小山の町の名所となりますよう応援していますよ。ではでは準備をしながら聞いていますね、とラジオネームいみっちゃおじさんからメッセージをいただきました。どうもありがとう。ああ、こうやってね、本当に嬉しいですね。タイミングが合えば、なるだけ僕はシアターで、ね、いるようにしているので、お客さんとですね、ユンタクする時間も、必ずとは言えないか、なるだけ、言おうとしてますので、遊びに来てくださいね。今日もラジオ、このラジオ番組終わったら、まあ、お昼ぐらいには、シアタードーナツに行ってですね、お客様を、抱きしめてあげようかなと思ってます。遊びに来てくださいね。今喋ってる私、宮島真一がオーナーとしてオープンすることができました。シアタードーナツは、沖縄でとりあえず今作られた作品をですね、今月来月中旬まで、とりあえず上映して、その後もですね、引き続きいろんな作品を上映していくために、頑張っていきます。シアタードーナツの場所は沖縄市ミュージックタウンがあります小屋十字路から一番街向け商店街向けに歩いていきますと小屋のバス停がありますね。小屋バス停のすぐそばにあります。すぐ前にあります。建物2階、シアタードーナツ、かわいい看板が目印となっておりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。こうやって、小座に来る用事をですね、たくさん作れるうちの一つに、なり得たら本当に嬉しいなと思ってますし、皆さんカフェでドーナツを楽しむのもいいですけれども、映画も見ていってくださいね。お時間あったらね、ぜひぜひよろしくお願いします。いやー、まだまだドキドキしてるよ俺は、本当に、嬉しいことにね、先週オープン初日土曜日は東京からわざわざお越しになったお客様もいました。昨日は群馬からわざわざお越しになった、もちろん皆さん何かのついでだったとはいえですね、来ていただいたのは本当に嬉しかったし、この存在をですね、そういう言ったら沖縄以外は全部海外ですからね。海外からのお客さんが、こういった語弊が生まれるか、まあでも海外からお花も届きましたしね、嬉しかった。オレゴンの友達からわざわざ来ましたね。嬉しかったな。嬉しいことがずっと続いておりますね。まあでも大変ですよ、これから本当に。ちゃんと従業員に給料払わないといけないですからね。頼むよ、みんな月に1回でいいから来てください。お待ちしておりますよ。さあ、先ほど、ツイキャスでリクエストいただきました。AKB ファンさんからのリクエスト、先ほどディズニーのね、イベントのチケットプレゼントがありましたけれども、そのつながりでね、ちょっとやっぱりこの曲はもう本当に名曲になりましたよね。ずっと語り継がれる残る作品となったと思います。もうだってみんな子供たちも歌うもんね。それじゃあお届けしましょうか。これだね、メイジェイバージョンでお届けいたしましょうね。Let it go ありのままで。
はい、AKB さん、今流れております。ツイキャスでは聞けないと思いますけれども、レディゴー流れております。ユーストを聞きの皆さんはお元気ですか？仕事しながらラジオで聞けるっていうのはいいですよね。仕事をしてない方ももちろんいいですけれども、仕事してないというか、まあ、してない方、休みの方含めてね。いや、いろいろあるけどな、楽しく前に進むしかないですよね。サウナ入りたい。サウナ入って温泉入ってみたいな。もう寒くないね。暑くなるね、きっと。蒸し暑い風だもんな、これ。もう梅雨の感じだね、沖縄はすでに。なんでもできる。あ、歌詞がこんな、ちょっと違うんだ。あ、俺が知らないだけか。喉乾いたな。私は自由よ、これで We know、 少しも寒くないわ。お茶、あ、お茶いただきあ、こういうメッセージの書き方もあるのね。アイアムザユキさん、お茶ありがとうございます。 AKB ファンさん、リクエストありがとうございます。仕事しながらユーストリームで聞いています。あ、ユーストリームで聞いてるね。ユーストリームのカメラはこっちか。で、ツイキャスでメッセージを送ってるということですか。なるほど、高等テクニックですね。もうこんなも同時にいろんなのをやらないといけないからね。あと50秒で曲が終わります。番組はあと15分ぐらいですか。ああ、温泉入りたい。温泉マークはないでしょう、さすがに。あ、ありそうだな、温泉マーク。少しも寒くないわ。いえいえ、別に酔っ払ってるわけじゃないですよ。こうユーストリームを聞いてる人たちはね、あ、終わる。お届けしたのはメイ・ジェイバージョンで Let It Go、 ありのままでお届けいたしました。時刻は10時43分を回っております。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。面白いね、ツイキャスって面白いね。花火も上がるんだね、画面上でね。びっくりしました。気づいてよかった、ありがとうね。メッセージ皆さんどんどん送ってくださいね。お待ちしておりますよ。番組まだまだもうちょい続きますっていうこの流れは CM じゃなくて曲に行こうね。この曲でちょっとまたテンション上げようか。これもまた今年の冬に公開されるのかな。007の新作もまた予告編が上がってますよね。まだ見てないですけれども、ダニエル・クレイグ渋いよね、かっこいいね。これまた映画館で見る楽しみが増えてきましたね。そういう映画の予告編を見るたんびに長生きしなくっちゃと思いますけど、皆さん健康大丈夫？ただいま流れているのは007のテーマ曲、ジェームス・ボンドのテーマをお届けしております。ちびまるさん、宮島さん、おはようございます。リクエスト送りました。あ、送った。どっちに送った？761に送ったのか。あ、これか、ジェネシス。はあ、ちょっと
ょっと待ってくださいよ。ジェネシスってあのジェネシス？フィル・コリンズのジェネシス？もう時間かな？あ、まだ大丈夫だよ。AKB ファンさん、あ、温泉マークあるじゃないですか。忙しいな、このラジオは。何ですか？ちょっと待ってよ、みんな。俺がバタバタしてるのを見て、楽しんでるでしょ。お届けしたのは007のテーマ、ジェームス・ボンドのテーマか、お届けしました。さてメッセージ、ラジオネームちびまるさんからいただいておりますよ。紹介しましょう。おはようございます。リクエストしたいのですがいいですか。ジェネシスでママをお願いしますといただきました。ジェネシスってフィル・コリンズのジェネシス、あのバンドの。そう考えたらフィル・コリンズは途中からボーカルになったんだっけ。ジェネシスって映画にあったっけ。ジェネシスってちょっと違う、ちょっと探そうか。少々お待ちを。ジェネシス、そうだよね、インビジブルタッチしかないね。どうしようちょっと考えようね。ありがとうメッセージ。ちなみにちびまるさんは大好きな映画は何ですか。皆さんの大好きな映画、僕はよく聞くんですけれども、みんなあれですよね、きっと映画一度も見たことがない人っていうのはいないと思うんですよね。どっかで映画館体験をしてることだと思うんですよね。なので必ず少なからず何本か見てると思うんですけども、その中でとっても面白かった作品、はたまたこれはぜひみんなに見てほしいなっていう作品があったらですね、ぜひ教えてあげるっていうことをやってみると面白いと思いますよ。僕にまず教えてください。そんなメッセージがあったらどんどん送ってくださいね。さあちびまるさんから、あ、ジェネシスはそうだね、フィル・コリンズのジェネシスということでしたね。インビジブルタッチでもいいの。大好きですよ。インビジブルタッチっていうアルバムは僕もCD 持ってますけれども、覚えてますね。中学、これも 1,2 年生の時だったな、ヒットしてて、小林克也さんの番組ベストヒット USA とかでですね、見てて聞いてましたね、よくね。インビジブルタッチっていうアルバムの中に入ってる僕はトゥナイトっていう曲も好きですね。いっぱいあのアルバムは名盤だよね。夏に聴きたくなるようなアルバムではあるんですけれども、夏が待てないという気持ちでお届けしましょうか。ラジオネームちぃまるさんはエレファントマンは見てほしいです。見ました。素晴らしい映画ですよね。あれはやっぱ見るべき映画だね。デビッド・リンチの新しいシリーズツインピークスも始まるそうですよ、来年。楽しみですね。マネキンもいいっていう、マネキンもいいですね。あ、スターシップの曲もいいですね。じゃあまずは今日は1曲だけね、ちびまるさんのリクエスト曲をお届けしましょうね。ジェネシスのインビジブルタッチ、この曲で小座が晴れるといいね。ただいまお届けしているのはジェネシスのインビジブルタッチをお届けしております。4ツイキャス、ユーストリームでは曲は流れてないと思いますけれども、あ、じゃあ僕が歌いましょうかね。やめましょうね。ラジオネームちびまるさんからエレファントマンは号泣しましたね。なんだろう、あの涙の質ってちょっと違うんだよね、あの映画のね。なんだろう、ちょっとなんかわかる、言ってること、ちょっといわゆる感動作品とちょっと違うんだよね。あ、久しぶりに見たくなったね、エレファントマン。素晴らしい映画ですよね。ホラー映画と思ってる方も意外と見たことないと思ってるかもしれないですね。あれはドラマだよね、ホラー映画とかそういうやつではないですよね。ジェネシス久しぶりに聴いたらいいな。もうあと最後の曲になっちゃうね。先週の放送、時間を配分を間違えて尻切れトンボになったから気をつけよう。ビビって早く終わるかもしれません。
実はなんだよね、そうなんだよね、エレファントマンはね。あの DVD の、 あの特典映像で、あるんだよね、そういうドキュメントフィルムみたいのがね。あれ見ました？いいですよね。いいですよねって言ったらあれだな、こういう話が本当にあったんだって思うとね、世の中には知らない話がたくさんありますよね。知っててよかった話、知らなくてもよかった情報とかいろいろありますけど、そんな狭間で皆さん惑わされることなくまっすぐ生きてください。誰やねんこれ。いいな、ジェネシス。なんか乗ったことないけどヨットとかに乗りたいね。ジェネシス、ああ進んだ、こう、そこ、こっち上がるんだよね、ここから。いいですね。お届けしたのはジェネシスでインビジブルタッチをお届けいたしました。ラジオネームちびまるさんからのリクエストでした。どうもありがとうね。ちびまるさんからは映画のエレファントマン見てほしいというメッセージが来ましたね。まだ見てない方、この映画のタイトルはみんなきっと知ってるよね。エレファントマンっていうとってもインパクトのあるタイトルで忘れられないタイトルですよね。タイトルだけがね、知っていて実はまだ見たことないという、方は多分ホラー映画と思っている方もいるかもしれませんが、ではありません。映画としてドラマとして絶対、見てほしい作品の一つですね。さあ今日はエレファントマンというキーワードが出てきたので、ぜひ気になった方、実はいつか見てみたいと思ってたんだよなっていう方はですね、どうにか、借りてきて見てみてはいかがでしょうか。はい、今日も生放送で1時間たっぷりお届けしてまいりました宮島真一 Let's go to the movie。 聞き逃した方は、Ustream のアーカイブ、 YouTube アーカイブとかでもね、見ることがきっとその後数時間後にはですね、見れると思いますので、そちらの方もぜひチェックしてくださいね。ちょっとセクシーな感じの曲でお別れしたいと思います。この曲を知ってる人はまあまあ007の2ですね。007オクトパシー、まだ あれはジェームスボンド役が、やばい、ここに来て忘れた、うわ、だっけ、3代目ぐらいのジェームスボンド役、やばい、誰か教えて、ショーン・コネリーじゃなくて、やばい。誰か教えて。こう、もやもやしながら。もう終わりだよね。うん、分かってる分かってる。終わった。54なの ?56 じゃないの？だから、CM に帰らないといけないって。ああ、そうなんだ。あ、2階っていうのはこっちの2階か。CM が2階。あ、そっか。そう、あ、ごめん、俺、勘違いした。ケツにくっついてると思ったら、これが勝手に流れるんだじゃあ。そういうことか。あ、入れたら56分だったってことだ。あ、そういうことか。ごめんごめん、俺把握してなかった。結構。いい。あ、分かった。2週連続すみません。そういうことか。あ、だから光ってたんだずっと。そうそう。で、このヘピース、この表示も、うん、ピンクのやつが。これ押さないとあれのまんまなってるってことね。ああ、ごめんごめん、すいません、俺が勘違いしたわ。どういうことって聞いてるの？